こんにちは、柴田です。今回は人気のアンプモデリングを鳴らし比べていきたいと思います。こちらの2機種になるんですけれども、一つはこちら Zoom の MS50G プラスですね。まあ最近発売されたもので、アンプモデリングに IR 機能が搭載されているというところでね、話題になっておりました。でもう一つがこちらですね。大人気、いい噂しか聞かないですよね、ストライモン。この2機種を鳴らし比べていきます。このね、 MS50G プラスはいろんなモデリングが入っているんですけれども、こちらのねストライモンはですね、フェンダーのデラックスリバーブで AC30 と、あとマーシャルのプレクシーですね。なので今回は、まあ、フェンダーとマーシャルを鳴らしていきたいと思います。価格帯にねかなりね差があります。これがね、ズームはね1万3000円ぐらいかな。でストライモンは4万8000円ぐらい、5万円弱ぐらいするかと思います。まあ、この辺のね違いもですね、楽しみですね。アンプはねスピーカーモードですね。ハイワットのものなんですけれど、ちょっと雰囲気出すためにリバーブだけ若干かけてます。でまずはズームの MS50G からいきます。フェンダーデラックスリバーブ、プリッとした感じ、まあ、この辺を表現されているなという風な感じですね。ではストライモンいきます。キャビネットがね3つあるんですけど、まず A からいきましょう。で B、粒が細かいですよね。アナログっぽいです。印象としてはやっぱですね、きめ細やかくて綺麗で、それでもってね音はね太いっす。まあ、デジタル感がないのがやっぱ一番かな。これズーム、でストライモン、では続いてマーシャルですね。ズームはですねプレクシーないんで、 MS1959 というのを鳴らしていきたいと思います。はね、どうしてもちょっとねこもり気味になるんですよね。どちらかというと初期型の MS50G の方がもっとねシャキッと音が出ますよね。でストライモンいきます。さすがっすね、奥行きもすごい。もう一度ズームね、今度フロント、
違うな。操作もねめっちゃ簡単なんですよね。これはねやっぱいいっすね。さすがストライモン、素晴らしいと思います。ちょっと MS50G の初期型で鳴らしてみますね。これ初期型なんですけど、こちらプラスです。いや初期型の方がいいっすね。でストライモン、まあ、やっぱねストライモンね素晴らしいという風な感じでした。操作もねめちゃめちゃ簡単なんですよね。でここにねイヤホンがさせるんで、そのままこれ1台あればもう家では十分でしょうね。まあ、ただただですね、やっぱ MS50G プラス、もう個人的な意見なんですけれども、断然初期型の方がいいんですよ。IR がね、なんかあんま活かされてないんですかね。まあ、ぜひぜひ参考にしていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。